久保田さん、こんにちは。こんにちは。お仕事の今勉強、ね、医療学校で、ということで、メイク、ネイル、岐阜県ヘアアレンジ、ね、こういったところをですね、浜崎さん、でもやっぱり、とか言いながらですね、すごいんですよ。やっぱ強さを生かしてですね、なんとピアノフルートされてるんですか。今もどこかで演奏したり、なんかそういう演奏会でいる、なんか、ね、子供を強くしたところでいます。さあ、そんな6番しっかりと最後ね、書いてありますね。ご飯だけでもいけちゃう。そうですね、ふりかけのご飯に白いご飯をおかずにして食べたこともあります。あるんですか。見てくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先ほどの番組、コンセプトの番組で少し演奏していただいた日の上と、それからピアノ、またみんなでハロウィンセットしな。